速いのが好きは分かるけどさ、ここ日本よ。まあそうだ、まあ、トヨさんこんにちは。ということで今日はね輸入車なんですけどね、皆さん輸入車反応鈍いんでね、もっと興味持ってもらえたらなと思います。ということで今日は誰かなってことで、知ってる方は知ってるんでどうぞ。はい、お久しぶりです。久しぶりです。どうしましたか、その反応。あれ86から乗り換えたの。いや86からではないです。あれ86乗ってるのこの間。その間にちょっと BM が。あれ皆さん BM ってホサちゃん取材出たっけ。出てないよね。あれ飛ばしたもしかして。飛ばしましたね。飛んじゃいましたね。おっと、そうホサちゃんで3シリーズまあね乗ってたんだけどね。そうですね、ファミリーカーが欲しいとか意味わからんことで出してね、ファミリーカー買ったわけですよ。ファミリーカーとは、ファミリーカーとはこれです。ファミリーカーとはおかしいな。それこそ前回のエスクワイアとかさ、ノアとかさ、ボクシーとかさ、アルベルとかさ、そういうのじゃないの、ファミリーカーって。普通はミニバンですよね。ミニバンだよね。ミニバンです。しかもね、ホサちゃん買いかる時にね、俺なんて言ってきたと思う。まあ生意気でもね、いいロックさんが欲しいとかね、何寝言言ってんのってファミリーカーでしょって。高いね、やっぱいいわ。そうですね、ちょっと維持費も。 E でいくらだった AMG。もう700万ぐらい、600、700万ぐらい。 E43 の方で500万超えちゃってますね。 43で500でしょ、はい、63になるとさ、もう高いね。もうやばいですね。でもね、63かなり良かったんだよね。まあまあまあね、現実的に A4、 あ、違いますね、違いますね。間違えないように。違うんですよ、 S4 なんですよ。あのね皆さん、あの多分輸入車よく分かんないと思うんですけど、アウディもさね、 A8 とか A7 とか、まあ、A4 とかあるのが、まあ、BMW 3シリーズとかね、5シリーズとかなんですよ。で、S がつくモデルは速いモデル、はい、だよね。そうですね。S4 とか S5 とかあるよね。はい、あります、あります。 S8 が良かった。 S8 はセダン。ありますね、はい。ある V10、あ、W12。 そうですね、もう買えばこれ、あれめっちゃ速いわ、あれ。速いですね。あれは速い。これより速いんじゃない。いや、絶対速いですね。絶対速いですよ。そう、 S がつくモデルは速いモデル、はい。BM だったら M3 とかね、M5 とか、そうだね。そうですね。でもこれ S4 なんですけど、RS4 っていうのもあるんですよ。言われたけ、あそうやってマウント取るんでしょう。そうだよ。RS4 っていうのもあるんですよ。ちょっと説明しよう。はい。あ、ホサちゃんが説明してくれるんですよ。RS4 は、まあ、何ですか？この S4 よりちょっとまあ上に当たるスポーツモデルのアウディになりますね。ベンツでいう何？ベンツで言うともう S クラスに。ちょっと違う、それは違う。それは違う。そうそう、 RS4 っていうのがもう一個にねあって、そのでもおかしな話だよね、その下っていうのもなんか、まあ十分早いからこれも。ということで今日はアウディの S4、 はい、お願いします。なんで S4 買ったの。いや、 A4 だとちょっと遅いので、早いのが皆さん何を考えてんのマジで。早いのが好きは分かるけどさ、ここ日本よ。まあそう、まあいいとこ新東名120キロよ。何を求めてんの本当に。いや、どうしたいの。もうエキゾーストの音とか速さとかを求めてしまって。何、60キロでパンって出すの。いかないいかない。そうわけじゃない、はい、あれ急発進対象はさ確かなかったよね。なんか何もないよね。ないですね。じゃあ何コンマ3秒ぐらいで60キロパッと出してもいいのかな。どうすか。知らんけど。でもねこれ速いんですよ、すごい、うん、なんとエンジンが何でしょう。V6 の333馬力ですね。333と333トリプル3、はい、トルクは、トルクはどうなんですかね。数値なんでターボよりかはないですね。数値はおっと、自分の車だよ、はい、おトルクどうですか。およスーチャーパージャー、はい、スーチャーパージャーの V6、 スーチャーパージャーの V6 ですね。速い、まあ速いです。速い速いですけどどうですかね。
まあ、まあ早いです。ホサちゃん興味あるこの車に。いや、音が好きだったんですよ結構。音が好きだっただけ。音が好きですね。ちょっとよくわかんない。でこれで、ね、ファミリーカー。ファミリーカーですね。燃費は？燃費はもう4とか5とかです。ホサちゃん乗り方じゃない。普段何おとなしく乗ってんの？おとなしく乗ってます全然。本当に？はい、あ違うよ、ホサちゃん KK から N ボックスも買っとる。そういや。そうそうそう。そう N ボックスは通勤用。はい。これは何？コンビニ用。コンビニ用も N ボックスになっちゃってます。これ何？お出かけ用？お出かけ用ですね。遠く行く時とかに。まあでもね、アウディって俺ね、実際ね所有したことないんだ。はいはい。ベンツ BM あるけどね、アウディ一回も買ったことない。どうなん？どうですか？アウディ嫌いじゃないよ俺、はい、A8 とか S8 とかかっこいいなと思うけど、なんか買わないんだよねいつも。はいはいはい。なんか輸入車の順位でいうと1位がなんだろう、ビアベンツ、ベンツ、ね、そのメーカーのブランド力みたいな感じ、はいはいはい、で2位が BM、 3位がアウディみたいな感じな、まあ、そんな感じですね。イメージ、ドイツのそのランク付けするとそういうイメージだから、はい、なんかアウディってなんか妥協して買ったじゃないけどそうって思われそうみたいな、まあ、でもそういうことでもないんだよね実際、はい、あと年配層が多い。あー分かります。ミーティング行ってもそうですね。違うよね、なんか、はい、ベンツ BM は結構若い人多いけどアウディって結構年配の人多いなと思う。でもアウディとか受けいいんだよなんか。そうですか。そう、うちにいるあの怖いおじさんおるんだけどさ、うん、お前またベンツ買ってなんでアウディ買わんかとか言われて、なんかねアウディ好きなんだよね。はいはいはい。なんだろう。じゃあこの車すごいとこちょっと教えてよ。この車すごいところですか。すごいところ、まず速いですね、ツーリングなのに。あー見た目の割にね、はい、見た目の割に本当に速いですね。これ何、日本シリーズにカローラツーリング、カローラ日本で言うとカローラツーリングになっちゃうんですか、ね、サイズ感で言ったらカローラのツーリングぐらい、ツーリングになっちゃいますね。が300馬力ある感じ。頭悪いよ、って考えて、でもね、俺このシングルフレームになってからナウディは好き。はいはい、あその前の方知ってる、なんかあのこういうグリルじゃないやつ。あ知ってます知ってます。あのなんていうの、普通に横長グリルの、はい、あの方はね俺あんまり好きじゃないんだ。この方になってからだいぶかっこよくなった、はい、でもっと言うとさ、これも流れないやつ。あこれもでもな流れる、これウィンカーは流れないですね。流れない、はい、この次から流れるの。なんか流れるよね。 DQ の方ですと流れんかったっけ。流れないと思いますね。でももともとアウディだよ、流れるウィンカー作ったの、はい、シーケンシャル。もっと言うとトラックなんだけどね。まあそうそうそう本当はそうなっちゃいますね。何が違うの、まず何とですか、その前の型とですか。 A4 とグリルが違いますね。もうこれもうフロントバンパー自体が違いますね。あバンパー違う、そもそも、はい、もうこの下もグリルも違いますね。なんかアウディいいね、なんかデザインがさ角張ってる、すごいこれ、はいはい、キッキッキッってなったな。こういう、ま、今のワーゲンも一緒だけど、ね、あれだけど、はい、こういう細いデザインがレクサスみたいな感じ、なんか、はいはいはい、アウディってなんていうの、レクサスもさ細いラインめっちゃ使わ。そうですね、そういうラインがね多い気がする。まあ車的にはこれをなんて言えばいいかわからん。ホサちゃん語ってもプロなんだから。いやプロじゃない、プロなんだから。いやもうホサビーさんの方がサンルーフもついて満足してる？知ってますね。これいくらで買ったんだっけ？これ、300前半ですね。300前半、はい、安くない？安いです。安い？安いです。これ YMC で買ったんで、 N ボックスと、そう N ボックス付きで。逆に俺ね N ボックスが高いなと思っちゃったもん、逆に。、まあ、割に高く感じた。もうこれが安かった。あれでこれ下取りだった？あ、じゃあ仕入れ、あ、仕入れです。仕入れて、はい、しかもグーに出てないよねこれ。出てないですね。出てないとこ、はい、ホスンちゃん買っちゃったんだよ。YMC こういうお客さんが多いからすぐ売れるんだって、あそこね。はいはい、って感じでね、はい、まあまあ顔はね普通に一緒なんで、まあ、エンジンが違うだけ。エンジンが違うです。俺分からんよ多分、普通の人見たら何が違うのと思うよ。まあ試乗の時見てほしい、どっちかというとこっちより。はい、ということで横から見ていきましょう。はい、さあ、はい、横です。ツーリング、ツーリングっす。俺ね昔ね、はい、ツーリング嫌いだったの。なんでですか？わかんない、セダンが良かった。でもなんかね、年取ってきたからか知らんけど、なんかね、30超えたぐらいからねツーリングがすごくかっこよく見えてきた。はいはい。なんなんだろうね。ベンツとかのさ、あの E とかさ、BM3 とか5もツーリングあるじゃん、はい、昔はね、いや、なしでしょとか思ってたんで、はいはいはい、なんかね、かっこいいよね、かっこいいですね、ツーリングって。よく見ると今のツーリングはね、新しいからかな、型が。どうですかね、ステージャーとかも自分好きなんですよ。昔のだってさ、ツーリング俺あんまりかっこいいと思わんかったもん。あの所有者みたいな感じじゃん。
まあそうですね、酒屋さんがなんかさ、あのビール持ってなんか回ってるから違う、昔はそうでした昔はねはい、ということで、あれホイール珍しいね、純正じゃん。ホイールこれ RS の純正ですね。あ、これの純正じゃないの？これじゃないです、 S4 の純正じゃないです。え、もともと何だった？もともと S4 の純正でしたけど、 RS4 の純正に変えました。あ、そういうこと、はい、じゃあ買ったの？じゃあ買いました、わざわざ、はい、これを買いました。ホサちゃんもちょっと変わってきたね、なんか何ね、おとなしくなってきた、はい、昔はなんかあのガチャガチャ入ってたやん。まあそうですね、86から比べてさ、だいぶなんかおとなしくなってきたねあれですね、なガチャガチャの86から3種類がちょっとまああれかな、からの今何どうしたの？純正です真面目やん、年取った年取りましたね。もう足回りも、足回りは今は純正です。今は、今はです、今は、今はです。何今はって引っかかること言うね。来週に、来週ダウンサスの方を取り付けます。あ、ダウンサスなんだ、はい、車高調じゃなくていい、車高調じゃなくてダウンサス。なんで、あ、俺それ知ってる、その話知ってる、ちょっとバラしていい？どうぞ。ホサちゃん奥さんに内緒でつけるんでしょう？そうですね、奥さん見てないよねこれ。見てないですね。奥さんに内緒でダウンサスをつけるんだ。ちょっとこれでもう内緒じゃなくなっちゃいますよ内緒じゃなくなっちゃいますよ。え、なんで、でもさ気づかないでしょ、ダウンサスつけたところで。気づくのかな？いや多分気づくと、気づく、ビームの時にやっぱ気づいたので。いや気づいたの、はい、なんか下がった、下がったってわかる。乗り心地も悪くなっちゃったので。じゃあビームは露骨に下がったじゃない、はい、これでダウンサスだったらわかんないよ多分。取り付けてみてどうなるか、どんだけ下がるかにそうだ、思い出したわ、内緒でつけるって言って買ったんだ。もう内緒ですね、悪いやつだな本当に。これこういうの注意した方がいいよマジではい、まあじゃあ来週にねダウンサスがつくということで、はい、どこのダウンサス買ったの？H&R のダウンサスです。あ、やっぱ H&R つけるんだ、はい、高かった？いやそんな高くないですね。いくらぐらい？5万ぐらいですね。そのね、輸入車5万6万ダウンサスするやん、はいはい、国産車だってさ、コンパクトカー 1,2 万で買えるよ、1万5000円とかで買えるよ、4、うん、買えますね、4つね、買えちゃいます。エスペリアスーパーダウンサス1万1900円とかさ、うん、何倍よ。だって下手したら7万ぐらい車高調買えそうだもん。ちょっとやっぱ高いよね、そうと思うと、はい、でもね、H&R は結構一流メーカーなので、はい、もうおやつの時間だわ、俺3時だから。そうですね、おやつ買いに行きましょう、はい、一緒に。あとね、俺、はい、アウディの好きなとこ、このミラーとルーフモール、あ、ルーフレール、綺麗じゃない？綺麗ですね。でもこれ、これアルミ？これアルミです。まだ大丈夫だね、はい、これ手入れしないと、あのマジでゲソゲソになる。ああ。ってことはこれもなる？これは塗装？それは、塗装じゃないですね。これ塗装じゃないか、塗装でしょ、はい、アルミじゃないでしょ、これ。あ、塗装です、塗装です。でもね、はい、そのね、かっこいいんだよな、ベンツもそうじゃない、そのアルミのさ、レール使うよね。使いますね。そう、日本車はさ、同色か樹脂か、はいはいはい、だよね。これはね、俺好き。あれ、これツインルーフ？ツイン？ツインです、はい。後ろ開くの？後ろ開かないです。はめ込み？はめ殺し？はい。何ちゃっかりしてるね、本当に。アウディ、サイドステップは、これは何？ A4、あ、じゃ S4 だとつくの？これ。つきますね、はい、純正の。A4 はついてない？ A4 はついてないですね。このさ、幅は変わらんの？フェンダー幅。S4 と A4 って一緒？いや、多分変わると思いますね。変わる？はい。何 J これで？これで今 8.5J です。まあまあ太いの入っとんな。もう 8.5 の通しです。うわ、高級車の音がするわ。3よりいいな、あの、この間の。はいはいはい。ホサちゃん乗ってたやつ。どっちが広い？いや、もう絶対こっちの方が広いです、ね。こっちが広い、はい、幅一緒？幅は、こっちの方が大きいです。こっちの方が大きい、はい、なんか見た感じ変わらんけどね。まあ、この誤差な感じです。だけどね、はい、あのこっちの方が装備的には俺微妙なんだよ、 MMI、はい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 、アイドライブの方が結構好き、まあ、ちょっとなんか MMI これちょっと一世代前みたいなになっちゃいますね、感じじゃない、はい、ナビもそうじゃない、はい、どっちが良かったナビって、あ、まあ、車じゃなくてナビだけで、ナビこの MMI かアイドライブで比べるとどっちがいい、はいはい、もう BM の方がいいですね、でしょう、絶対に。だからアウディそこなんだって、はい、その新しいの買えばいいんだけど、同じような世代買っちゃうとやっぱ BM が上回ってんだよね。んですね、上回ってます、ね、ベンツも BM の下なんだよ、はい、だからしたらなんかコマンドシステム、あー、あります、はい、そうですね、新しいのはいいけど同じ世代を買うとちょっと微妙みたいな、はい、
そう、そこなんだから俺 BM 好きなんだよね、まあ、全体とソロ見るとね。わかります。そう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 、 BM は本当ナビがいいので、ナビが使いやすいですし、なんかさデジタルデジなんていうの、ああいうなんていうのギミックというかさ、はいはいはい、いろいろすごくない？すごいです。もうコマンドもそうじゃん、なんかあのしょぼいよね、なんか見るとこのテクスチャーっていうのこの映像、はい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 、このデザイン昔のトヨタみたいなさになっちゃってますね。そうデザインしてるからあんまり俺好きじゃない。だしこの右左反対だし、はい、ね、使いにくいよねちょっと。逆です ね、はい、こんな感じでね、まあ、横はステーションは皆さん好きですか、はい、俺結構あれだと思うけど、なんで E63 買わんかった、無理してちょっときついですね。家も買ったので。お、今アピールした、お家買ったんだぞみたいな。しかもね車が綺麗に収まるね、家も美味しかったよね、綺麗な。お金持ってんね。持ってないです、持ってないです。で家買ってケーキ漬けに車買ってとうとう足まで買って、もう幸せだな、ホサちゃんね。日々支払いの時刻です。いいじゃん、でも手に入ってんだから、まあ、ちょっと払っていくだけだもん。買えない人もいるんだから、アウディ乗れないで、ね、3万円の軽乗る人っているんだよ。分かった、はい、はい、とか言っちゃう、はい、もう本当にビットしか乗れなくているんだから、マジで考えなさいよちょっと。まあもう普段は NBOX になっちゃってるので。贅沢だよね、普段 NBOX 乗ってこれ乗って持ってんだよ。なんちゅうやつや、マジで生意気だね本当に。はい、ということでね、じゃあリアから見ていきましょう。はい、さあリアです。ホサ、はい、ちゃん詐欺師みたいな人だね。何ですか、え、何ですか。詐欺師やんだって、内緒でダンサス買って本当に。そういうこと、え、内緒で、内緒で。他は内緒で何やったの。他は内緒で、マフラーは、マフラーはもう許可をしっかりもらいました。ね、なんでマフラー許可あるのにダンサス許可あるの、意味わかんないんだけど、マジで。これマフラーいくらしたの作るの。マフラー25万です、ね、高っ。何、25万はいいよって6万のダンサスダメなの。どう、なんで。乗り心地も関係してきちゃいますね、やっぱり。あ、そういうこと、はい、あ、乗り心地悪くてなんか嫌だってこと。そうですね、86とか BM もガンガン吸ってたので。じゃそれはさ、ホサちゃんがやりすぎてただけじゃん。そう、全然下げてないですよ。いや、そんなことない、はい、タイヤ被ってたやんだって、まあ、だからダンサス本来のものがどういうものか奥さん知らないんじゃないの。知らないですね、ホサちゃんが作る車が悪すぎてガタガタになるから、はいはい、やだなみたいな。まあでもなっちゃいますよ、車高下げちゃいましたら。マフラー25万、はい、前の BM のマフラーいくら。 BM もあれワンオフで作ってもらって20万。頭おかしいじゃないマジで。まあ俺も人のこと言えんけどね。言えないですよ、ね、でも割に安いな。だって K で20万ぐらいかかるじゃん。はいはいはい、石ぶりかつけて、はい、これで25万でしょ。これワンオフじゃないんですよ。何これ。これあの AWE チューニングっていうメーカーも、メーカーの。あ、そうなんだ。マフラーって高いね。高いですね。なんだろう、車関係ないもんね、なんかもう、はいはい、パイプが高いのか。パイプ安いよでも、まあ、人件費じゃないですかね、やっぱり。はい、リアこんな感じでね、はい、俺テール好きなんだ、アウディのこのキラキラしてるよね、はい、まあ、あと S4 とか貼っちゃってね、これ元々です。え、待って、これちょっと開けていい。いい、どうぞ。どこにあるの、これ、はい、どこ。ここにあります。あー、やっぱついてんだ。ついてんだ。ついてます。贅沢な車やなこれ。マジ広いね、はい、広いね。キャンプ行くときは便利です。キャンプ来ないやん、俺が誘ってんのに。物いっぱい乗るねこれ。めちゃくちゃ乗ります。そう、セダンってさ、ここのスペースがないからさ、はい、もったいないよね。なんでこれ今上がった？これ上がってますね。何上がってるって、どういうこと？連動してんの？連動してないですね。あ、手動で上がるの、ね、はいはいはい、すごいや。このカバーついてるのいいねこれ、はい、ね、しといてみて。おお、高級車やな。これ新車価格いくら？新車ですともう800万。高いな。900万ぐらいですね。これなんかマフラーさ、すごい控えめに引っ込んどるね。そうなんですよ、主張があんまないね。引っ込んじゃって取り付けた時にこれで一番出してるんですけど、溶接してこれ長くしよう。パイプロムこっち出してちょっと、ね、ちょっと音聞きたい。 S4 って言ったらやっぱ V6、はい、いいですか、はい、はい、いい感じに。わかりました。いい音するなこれ。
いい音するね。いい音しますね。ワンって言ってるよ。25万円の音がした。皆さんどうですか、25万円の音。いいね。いいですね。やっぱ V6 は音が好きです。25万円の音というか V6 のエンジンがいいね。そうなんですよ。これどっちかっていうとね。いいんですよ。でもスーチャっぽい音しないね。そうですね。ダッチみたいにあのスーチャが積んでるあのウィーンっていう音は全然しないですね。ウィーンは言わんね。言わないです。そういう感じじゃないんだね。はい、でもターボじゃないのはわかる。ターボの音しないからヒョーンって言わんもんね。言わないですね。ねえー、なるほどね。これはいいわ。でもなんかさ、高速走っとったら煽られそう。なんかそうですか。おばちゃんが違う、知らんじゃ見ないそうとか、はいはいはい、別の A4 だったらさ、おばちゃんが乗ってそうじゃん。なんかマダムが、はい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 、なんかおっせえなとかでこう煽ったらさ、ボーとかってこう離れるでしょ。これ離れますね。煽ろうとしたとか煽れないみたいなね。追いつけないみたいな感じになるよね。あの皆さん輸入車はね気をつけた方がいいよ。あの M135 とかね、S4 とかね、AMG なのなんちゃらかんちゃら系はね、はい、煽っちゃダメだよ、絶対勝てないから。惨めな思いするだけだからね、マジで。そうなんですよ。あ、特にハッチバックは思われん。あー、そうそう、これアウディ一番近いやつなんだっけ。 A1 A ですね、そうですね、A1 で、S1 ってあるの。 S1 もあります。 S1 なんか煽ったらもう無理でしょ。そうそう、大型排気量とかの勝てんでしょ、多分ね。はい、まあこんな感じでね、チャイムも鳴ったので、はい、後編行こうかと思います。はい、お願いします。これ俺ないぞ、もう終わりだよっていう。あ、そうなんですか。はい、ってことで、じゃあ今日は全編たまにうるさいわ。じゃあ全編はこの辺で、さよなら。はい、さよなら。The sounds I breathe.